よし、じゃあこの日のために準備してきたものを話をして、はい、早速スタートに行きたいんですけれども、はい、私は、うん、バッグが前回この紐なかったんですよ。あ、紐はね、あった方がいいと思います。なので紐がある 900g の1キロ切ってきた、はい、軽いやつを、うんうん、しかもトミカ、そう、おしゃれ、うん、玩具メーカーのトミカの、はいはい、ここ使わないんですか、ここ、このポケット。ポケットに玉とか入れたほうがいいですか、うん、すぐ出せる。そうですね、じゃあちょっとそこは修正します、ね。まあ、確かにあのこうクラブを女性は持っていくの大変なので、はい、こう手で持っていくとどうしても手がプルプルしちゃうから、私もこのショルダーはあったほうがいいです、うん、で、クラブは1、2、3、4、5本、はい、前とは何を買ったんですか。前回はユーティリティと9番58度パターとドライバーですね、はい、これを 7P にして、はい、ユーティリティで前回ちょっと短い近い距離も調節して打ったりしたんですけど、バンカー入ったりとかって多かったので、うん、もう狙わずに7番で手前からとかいう、うん、調整しなくてもフルショットちゃんとできる距離で。そうですね、はい、はい、いやでもいいと思います。まあ私6本派だったんですけど、はい、まあ重くなるよりは軽い方がいいなと思って。そうです、そうです、はい、いい感じです。うまそうな感じが、はい、速そうな感じがします。あとまあ靴もあの前回はマラソンで使ってた靴を使ったんですけど、はい、今日はもうあのお揃いのフットジョイさんのすごい軽いやつ。エンタワーですね。これ一回使ってきたんでしょ。これ一回使ってきました、うん、めっちゃ軽い。どうでした、軽い、うん、履いてる感じがしないです、本当に。へえ。あ、もう軽いみたいな。あ、そうなんだ。って感じ。ちゃんと私もこのエンパワーを使って2回優勝してます。あ、いいんだ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 。スパイクレスの方が軽いし、はい、柔らかい。スパイクレスだ、そうだ、そうだ、はい、そうなんですよ。じゃあ次僕いきます。はい、僕はですね、結構本気で頭の悪さをアピールしたいと思って。本気って言われて目に飛び込んできてる変なものがあるんですけど。いっぱいあるでしょ。まずクラブは前と変わらないんで、もうドライバー7番52度パター、うん、4本で、前は2本こうやって持って走ってたんですよ。2本2本、はい、はい、なんですけど家の近くのダブルイーグル行ったらこれを見つけて、軽かったんで、こうかけた瞬間にやば、こっち走れると思って、あ、もうこれでいけんじゃんと思ったんで、はいはい、っ使ってみる、使ってみる、うん、使ってみる、うん、いやすごい良さそうなんですけど、うん、そこのポケットにすごい光る球が、うん、これもダブルイーグルで見つけた目立つボールを探したんですよ、はい、僕この前ボール4回ロストしたんで、はい、トビエモンの高人球。あ、トビエモンってあれなんか飛ぶやつですよね。高反発の球よく出してるんですけど、うんうんうん、絶対見つかると、うんうん、確かにね、ロストしないためにもそういうポイントは、はい、めっちゃ光ってる球が大量に入ってるんですけど、何個ボール入れてますか。1ダース一応持ってきて、1ダースちょっと多いかなと思って、うん、9個にしてみたんですけど。9個見つけるんですよね。見つからない前提で9個持ってきてるんじゃないですか。見つかる球なんだからもっと減らしていいですよ。え、大体毎回何個持ってます。私は、まあ、6個持ってたんですけど、6個は重いなと思って、うん、まあ、4個でいいかなと。ただなくなる、息があるところとか考えると、まあ、じゃあ間を取って5個。あ、じゃあ僕下手くそだから6個にします。はい、もう一個山本さんに見てもらいたいのが、うん、ティーが絶対見つかるやつ見つけてきた。あ、タコティー、はい、はい、私はティーを刺してドライバー入れる派なんですけど、はい、やっぱなくなるわけですよ、うん、で探すのが面倒くさいから、なんか18本ぐらい持ってる方もいいって言われたんですけど、うん、まあ10本ちょっと持って、うんうんうん、でもやっぱ癖で探しちゃってる。探しますよね、うん、と似たような原理でショートティーもあったんです。ああ、ショートティー、はい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 、これでいこうかなと。どうですかこの本気度。もうなんか言葉を失ってますよ。なんか斬新ないろいろな、まあ、ちょっとやってみて結果ですね。見て結果です。うまそうですねって言われたのにさ、結果が全てですよ。やってみて結果ですねって。ボールが見つけられるかどうか、はいはい、まあと愛用のこのガーミンで、うんうんうん、これはもう距離わかるんで、あとスコアもすぐに入れられるんで、はい、私はまあ3ホールごとに書いてたりもするんですけど、うん、まあ、それすごい便利だと思います、はい、これでいきたいと思います。今回じゃあマイナーチェンジしたお二人で、はい、前回より上回るタイムとスコアと、はい、期待してます。ありがとうございます。またプレッシャーをかけてきました。もう今回シューズがね、もうこれだから、うん、ちょっと走りやすいはずなんですよ。よりグリップが効くやつにしたんです。んで、足がここ柔らかくて、はい、あの走りやすいんで、しかも軽そうですね。軽くなった、そう、軽くなった、うん、リゴルフは足元から大事ですからね。はい、そうです。感じて、あ、今日の目標スコア、スピードゴルフスコア、前回結構叩いた、ね、95とかじゃない。そうなんですよ、88、末広がり、タイムは70切りたいですね、うん、まあ、65。おお、1時間5分いけるかな。でもいけるんじゃない、目標は高く、はい、宮下さんは。僕はスコアは100、うん、まあ115だったんで確か、うんうん、タイムはもう70前半いきたいですね、うん、
結構練習ランニングはしてたって話を聞きました。そう、街で目撃されたって聞いたんで頑張ります。はい、基本楽しくやっていただきたいと思います。はい、はい、で僕らがやってる間はあの山本さんが解説入れてくれるのでそれも楽しみに見てください。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ準備いきましょう。はい、15秒前。はい、さあ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1スタート。おいしょ。おー、ナイスショット。オッケー。いいじゃん。しょ、かっこいいな。前回も同じこと言ってますね。さあということで青木純さんがスピードゴルフスタートしました。なかなかいいティーショットでしたね。やっぱり18ホールいかにペースを満遍なく使えるか。最初でスタートダッシュしすぎると疲れちゃうので自分の調子を見ながらですね。さあナイスショットでセカンドはフェアウェイのど真ん中です。残り距離は100ヤードちょっとですかね。置けないのでカラーのあたりに置いたままでパターは打ってもらいます。パーパットです。ちょっと外してしまいました。まあでもナイスボギーでしょう。体が温まると、あ、もう終わってる。ホールアウトしてる。前スタートしたとき、純ちゃんだって見えてたよ、まだ。そうですね。このペースでいったら結構行きますよ ね。60分前半行きますよね。10秒前です。行きます。9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スタート。あら、見れちゃった。はい、じゃあ頑張ってさーい。はい、だいぶ飛んじゃった。飛びましたね。スピードゴルフはインターバルも走らないといけないのでそのあたりで体力温存するように、まあ、一生懸命走りたいんですけど走りすぎには要注意ですね。2ホール目はパー5です。さあ3段目は
ました。残念。シャープ、ああナイス、あーナイス、走んの速いっすね。あ、転送するとよくわかる。レギュラーティーと比べるとレディースティーは前にティーグラウンドがあることがあるので、できるだけ、ま、マラソンでインコースを通りながら短いルートで進めていくといいですね。パー3、距離は109ヤードでした。見事パー3ではワンオンには成功しましたが、ちょっと長めのパットが残ります。上りのスライスして最後はフックの上り傾斜、グリーン上は走っちゃいけないですからね。早歩きが厳守です。うん、これも入らない、うん、ボギーが続くと気持ち的にね、どっかでパーを拾いたくなるんですよね。ポケットに入ってるんですか。ここにあった大丈夫、落ち着きましょう。よいしょ、よいしょ、ナイスワン。おー、すげえ。ナイスボギー。